イオンボール、新玉橋は、愛知県名古屋市南区菊住一丁目に立地するショッピングセンター。2004年6月に閉鎖となった、住友電気工業名古屋製作所の閉鎖に伴う、跡地約7万2000平方メートルの再開発の一環として、同年より、ダイヤモンドシティが2007年度に出展する方向交渉を開始したのが始まりである。 住友電気工業からダイヤモンドシティが用地を購入する形の出店となることなど、翌年の2005年には交渉がほぼまとまり、開発計画が発表された。同地では環境基準の7500倍以上のテトラクロロエチレンなどの有害物質による汚染が起きていたため、2006年5月末に汚染浄化が終わった後の中間報告書を名古屋市に提出する。 ところが、2006年6月時点で約12%については鉛、水銀、フッ素ヒ素などの重金属に汚染されたままの状態であると日本共産党が名古屋市議会で指摘し、名古屋市環境局長が指導を行うとの答弁をしている。こうした土壌汚染への対応もあり、2007年度に出展するという当初の計画より遅れることになった。 開発を進めている最中の2007年8月21日にダイヤモンドシティがイオンモールに吸収合併されたため、以後はイオンモールにより事業を継続することになる。また、延べ床面積は計画当初の約15万2000平方メートルから約10万1000平方メートルに縮小され、小売店舗の面積の合計は約2万4000平方メートルで、建物は 鹿島建設の設計、施工による地上を5階、地下1階建て縮小。このため、2つの各店舗を持つ大型ショッピングセンターという構想は実現しなかった。こうした、右与曲折を経て、2010年3月9日に開業。投資説の開設の際、京都議定書目標達成特別支援無利子、融資制度活用で3年分割返済の定理融資を受けているため、 太陽光発電用のソーラーパネルを建物外壁に設置するほか、氷蓄熱空調システムや LED 照明などの採用、駐車場平面部の一部の緑化などが環境配慮への取り組みとして行われた。2016年の春から秋にかけて、専門店の入れ替えと改装を行い、一部の店舗を除き、10月28日リニューアルオープンした。 当店の出店の届出に対しては1062名から2178枚の意見書が提出された。その中では、下記のような内容があったとされる。専門店入口側ソーラーパネルが設置されている、セントラルコート入口側4モール、新玉橋フロアガイドイオンリテール株式会社が運営する各店舗のイオン、新玉橋店のほか約110の専門店テナントが出店する。 出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。モール開業時点では株式会社マイカルが運営する、新橋サティであった。サティの出店は、名古屋市内では、初となる。マイカルは2011年3月1日で、 イオンリテールに吸収合併され、同日にイオンに変更している。この結果、マイカルとしては、新たサ橋先が最後の新規出店となった。直営売り場は1階と2階のみで、1階は食品、化粧品、医薬品、生活雑貨などを、2階は医療品、玩具、家電などを扱う。専門店街は1階から3階のフロアごとに異なるコンセプトを有する。 開業時点では23店舗が名古屋市初出店テナントとなっていた。モール周辺の案内図は公式サイト、広域、詳細マップを、駐車場及び、駐車料金の詳細は公式サイト、駐車場、駐輪場案内を参照。新玉橋駅駅周辺及び、新玉を参照。ありがとうございます。